はい、今日もあなたと百姓天国、本日は5月の30日木曜日ですね。はい、夕方近くなってきてね、ちょっとやっぱ曇ってきましたね。本来は雨予報でしたもんね、今日ね。はい、ということでね、さあさあさあ、モアをね、今からかけようと思って下ろしたところでね、で、下ろしてさあ撮影しようと思ってね、スイッチ入れてね、で、はい、今日もって言ったらね、こうね、今からここ春のところね、モアかけちゃうんですけど、ちょっと用足したくなってね、今ここでこう用足そうとしてね、はい、いや今日はあれですねとか言いながら用足そうとした時に瞬間に気づいたんですよ。ちょっと待って、これ今撮影中なんじゃないかだよね。はい、そのまま用足してしまったらもう映画チャンネルどころじゃありませんのでね一発で終わりでございますので、いかんいかんということで慌てて消してね、はい、もう一度今撮り直してるところでございます。よかったですね。はい、まあ帰ってアップロードしなきゃいいだけのことなんですけど、私確認してみたりしてからアップロードなんかしてませんのでね、はい気づいてよかったです。はい、いけませんね。農作業中もね、こうやってね、多分俺そのうちあれですよ、独り言とかつぶやいてね、それが入っちゃうこともあると思うんでね、それが本当にちゃんと適切な言葉なのかよく分かりませんけど、はい、ということでね、今日もね頑張って、先ほどここね、最後のここの畑のね、最後のホットケクリタンをね植え付けましたね。これであとね、畝間に防草敷いたらもうここ終わりなので、はい、あとはほったらかしでいいので、でね、ここのこの春ね、もう、3月4月ぐらいからね、ずっと春のキャベツ、白菜、ブロッコリーみたいなものをね、ここでいっぱい収穫しましたけれどもね、キャベツもね結構割れちゃってね、全部やっぱり出せなかったね。もう一気に出せばよかったけどね、意外と難しいんだよね。はい、ということで今からねこれ吹っ飛ばして、でマルチを剥がしてね、秋冬とかに片付けてね、トラクターかけて行きたいと思います。はい、まずはね上を吹っ飛ばさないといけないんで、よいしょね。ブロッコリーもねあんまり出せなかったですね。白菜のとだちな結構ねたくさん出せたのでありがたかったですね。役に立ちました。はい、そういうことでもうかけましょう。今日は木曜日ね、明日金曜日出荷で、多分雨ですね。はい、明日トラクターかけようと思ってるんですけどね、管理機がね直ってこないですよね。さっきねちょっと様子見に行ったんですけど、部材がゴムが切れちゃってるんでね、明日の朝10時に入ってくると思うよって言って、午後昼連絡なかったね。昼一番で行ったら入ってきてねえんだよって言われてね、あ、わかりましたっつってね、まあ田舎ではよくあることなんですけども、こうやってね、高さをね、今ちょっと高いですよね。もうちょっと低くしてもいいですよね。はい。こう本当にね、1センチ単位でこうやってね、調整しながらやっていけば、綺麗にね、段差進みますので。わかりますね、全然ないでしょ。さっきの高さはここね、次ここね、こうやってちょっとマルチが剥がれやすいですよね。こうやって1センチ単位でね、高さを調節できるので、だからモア必須なんですよね。次マルチ剥がしをする時にそれが楽なんですね。ね、段差が全然ないでしょ。隣キャベツだってね、こうやって1個ずつやっていけば綺麗にね剥がしやすくなります。
ね、こうやってね、左右をこうやってやっとけばほら綺麗にないでしょね。で真ん中今度走ればもう完全にね、上の段差は何もないわけです。こうやってね、なのでマルチ剥がしがしやすいということになるわけですね。これ見ていただければ、このモアがね、管理機のモアがいかにね、このマルチのこの上の段差の片付けに一番適しているかということがこれでわかると思います。これでね、こうやっていちいちこうやって仮払いとかね、そういうもので仮払っていたら日が暮れてしまいますね。これこうやってそのまま走るだけですからね、高さ調節してこうやってね走るだけでこんなにね綺麗になるわけですよ。何もなくなるでしょ。だからパッと剥がせるわけですね。全部そういう風にしてかやっていけばね、こうやって何本あろうがね、あっという間に片付けなんか終わります。真ん中を最後ね、吹き飛ばしています。はい、こんな感じでね、完全になくなるでしょ。だからマルチが剥がしやすいわけですね、これね。はい、これがこの管理機のモアの一番大事なポイントです。だからオーガニック農家はね、こうやって残差ね、どん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 こんなに大きくなってきますけども、全部ねこのモアで吹っ飛ばせばこういうなるわけですね。そしたらもうすぐにねマルチを剥がせますね、ということでございます。だからこのね回転盤のモアを買ってくださいって言ってるわけですね。私ね、足が悪いのでこうやって一足、これ一足なんですよ。これ二足にするともうちょっと速いですね。こうやってね、変わらないでしょ。ただ足がついていかないんで、若い人はこのスピードでやってください。ちょっと危ないですから、二足はねだいぶ早いんですよ。はい、二本目ね。ちょっとね下のマルチをちょっと破くこともありますけど、まあ 50m こうやって 1,2,3,4,5 本残ってますけどね、こうやって段差をね吹っ飛ばしておけばね、すぐに、そんなに何時間もかからずにね片付けができます。こうやってこの辺は三崎キャベツね、はい、なんかビョンビョンしてますけどね、何にもなくなりますよね。はい、
段差が右側に出てくるので、右側からこうやって外側に外側にね、段差を飛ばしていけばマルチの上には残らない。こうやってね、こうやって端っこにね寄せていくって思えば、この畝間に溜まってくるんですね。この性質をちゃんとねうまく利用しながらね、こうやってやっていけばマルチの上はこうやってね綺麗に何もなくなってきます。これはね縦回転の助走のねモアだと、助走の管理器だとこうはならないんですよね。だからこの回転盤のねこのモアを変えって言ってるわけですね。これはもうオーガニック農家にとってはね、僕は必須のものだというふうに思っております。いかにしてねこうやって春がね終わったらすぐにね段差を飛ばして、そして次のね秋冬に向けてマルチ剥がしてすぐにトラクターをかけられるかどうかというのがね、この回転というかね、このスピードがすごく大事になるわけですね。でこういう作業を一人でねサク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 いかにね片付け作業を早くできるかというのが芸能においてはすごくポイントになるわけですよね。こうやってね小1時間あれば上をね全部こうやって片付ける、吹っ飛ばして片付けることができるわけですね。でマルチは剥がしてね、マルチ剥がしちょっと大変ですけど、いつもねでもこれもね慣れてくれば小1時間だから2時間あればね、こうやってすぐに春のこのねいろいろあったこの野菜たちが片付けが終わるわけですね。そしてすぐにね秋冬へ向けてベッドをねまたぬかを投入して、秋冬へ向けてね次の作付けにすぐに取り掛かれるわけです。このね回転あるいはスピード感、これが勝負になるわけですね。野菜を作るというのは大事なことですけど、このね農作業のスピードが最も大事なんで、ね、はい、これで1本、2本、3本目、あと4本、5本ね、こんな感じでね、5分、10分っていうね、1列、このワンペットをね、行って帰ってきて、2回走れば大体こうやってね、綺麗になっていきますね。ですのでね、結構ね、こうやって広いとこがあっても、数十分でね、片付けが大体終わりますね。で、これぐらいのペースじゃないと、ヘクタール単位でね、オーガニック農業でこうやって展開するっていうことはできません。だから、ね、適した機械、適した道具をしっかり使って、やりようはもうしっかりとね、まあこれが一つ私のやり方ですけども、いろんな形でね便利なやり方がもうありますので、それをやればねオーガニック栽培でね1単2単ってそんなことではないわけですね。オーガニック栽培でもう今や10ヘクタールがねもう回るようになってきてますね。ですから当然ですけどもね、しっかりとした形でね営農がオーガニック栽培で成り立つというのはこういうことなんですね。こういうものをいっぱいね、これは私がやってるやり方ですけども、まあ別にそんな特殊なやり方じゃないですよ。みんなオーガニック農家はこれぐらい当たり前のことなんでね、こういったやり方でどんどんね、もう春の栽培が終わって、ね、すぐに秋冬へ行くときにそのタイムラグをねいかになくすかってね、もう6月は太陽熱マルチ、秋冬に準備に入ってきますね。それはまあここに太陽熱マルチどうかするかどうか分かりませんけども、できるだけ早く片付けてね、早く次に行かなくてはいけないんですね。このスピード感が勝負を決めるということですね。はい、ということで、よかったら参考にしてください。春栽培のね、春のキャベツや白菜終わったところの残差をね、すっ飛ばしてこのモア管理器で片付けて、次がマルチ剥がしですね。はい、以上でした。